事故の衝撃で大破した車。おととい夕方、岡山市東区の県道岡山ブルーラインで発生した多重事故。軽乗用車がセンターラインをはみ出し、対向してきたワゴン車と正面衝突。1歳の女の子が死亡、両親ら3人が重傷を負いました。岡山ブルーラインでは、今年2月にも軽乗用車と大型トラックが正面衝突する事故があり、男性2人が死亡しています。相次ぐ岡山ブルーラインでの事故を防ごうと、啓発や取り締まりを強化する緊急対策隊が出発します。緊急対策隊は岡山東、瀬戸内、備前の3つの警察署などで編成され、ブルーラインで取り締まりをしたほか、近くの道の駅でドライバーに安全運転を呼びかけるチラシを配りました。交通事故の後とかちょっとさっき見たので、やっぱ怖いなと思ったので、速度に注意しながら運転していこうと思います。ブルーラインはですね、走りやすい道なんですけれども、危ないということをしっかり認識していただいて、安全運転に努めていただきたい。警察は当面の間、事故現場付近で取り締まりを強化し、啓発活動を続けることにしています。